上田康之と言います。僕の方はその、アニメーションのプロデューサーということで、まあジェネオンという会社の、会社員としてアニメーションのプロデュースを手掛けてます。で、まあこのレインだったりとか、まあ、自分である程度その企画の根底から作ったり、あとは漫画のコミックの、まあ面白そうなコミックのやつをアニメ化して、DVD なり販売したりとか、まあワールドマーケットにこう供給したりとかいうことを、まあ、仕事としてやっております。一日、まあ、前の日が徹夜だったりすると、まあ、もうほとんどグダグダになってしまうんだけど、この頃はそのあんまり徹夜はしないようにして、もう9時半ぐらいに会社に来て、まあ、メールのチェックやら、その今だと割とその企画書書かなきゃいけないんで、割と午前中の静かな時間に企画書を書いて、で午後にまあ制作会社に行って打ち合わせがあったりとか、来客があったりとか、でまあ夜になって多少自分の時間が取れたら、まあ、そこでまたちょっとこう自分の割とそのこう自分のペースでやんなきゃいけない仕事をやったりっていう感じですね。まあ会議とかそんなにもうそんなに会議は出ないようにしちゃってるんで、意外とまあ今は特に本当テレビシリーズを今オンエア中のやつをこう直接は関わってないんで、まあ、それのこう放送開始の時だったり打ち上げだったりとか、こうファイナルの回の時だけちょっと顔出したりとか、そういうことはやってるけど、そんなに今は健康的な生活を送ってますよ。よくついてきてくれたなみんなっていうくらい、やっぱりその体を自分がいらないと思うこう設定というか、その意識がそうなるって言った時に体を捨てる女の子の話をやりたいっていう、ものすごいこうざっくりしたところだったんで、その多分なんだかよくわからないじゃん、君の言ってることはなんだかよくわからないっていう方が、すごいまともな人たちだなっていう、やっぱりそんだけなんかかっ飛んだ人たちが集まってくれたから面白いもんできたかなっていう気はしてますね。なんであんまり反対されなかったんだろうなって、不思議とそういう、まあ彼安倍君もそうだけど、今考えるとやっぱ、みんな頭おかしかったのかなって。レインに関して言うと、まあ阿部君がを捕まえてきたキャラクターデザインとか、その企画こういうものを作りたいっていうのを、まあ、自分の方である程度まとめて。その次に小中千秋に、一緒にこう やってもらえないかということでオファーして、本が4話ぐらい先行してこう進んだところに、まあ、今日中村龍太郎こう人混みが嫌いだから来ないってことだったんだけど、そのビジュアルのこう監督である中村龍太郎とその4話ぐらいのところから一緒にこう、まあ、さっき名前も出た岸田君だったりとか、そのアニメーションのメインスタッフたちと、あとまあ CG で、中原っていう、こう、彼は本業はプログラマーなんだけど、ビジュアルをアフターエフェクトで、彼と一緒にまあ CG パートとかを、やったり、まあ、あと予告を、ネタを考えて阿部君にこんなのを書いてって。放送したりとか、レインに関しては、まあ、あと当然パッケージっていうか本業のその、パッケージセールスのところはまあ、一応やりましたけど、だなんだろう、そのレインってちょっと特別で、普通だとそのパートごとのその仕事が決まってるんだけど、割と
監督が面白いことをやろうっていう発想だったんで、まあ、普通そのプロデューサーに CG を発注するなんてないんだけど、こうこっからここは上田君よ、上田さん中原さんよろしくってコンテに書いてあるんで、こうその尺に合わせて CG を作んなきゃいけなかったりとかいうので、まあ結構放送期間中はずっとそのマンションに泊まりでずっと入って、ひたすら作業をしてましたね。そのこう各パートとうまくこう意見が合わなかったり調整するのが結構下手くそだったりとか面倒くさくなっちゃうんで、じゃあこっちで引き上げるよと、でここまでは責任持ってやって、じゃああなたは何がやりたいのっていうのが、あの時々やっぱりそのこう流れ作業で意見のない人たちってやっぱりいたりするんで、その発信してこないところにで、その新たなこうなんかもうワンステップ、あの必要ない時はそのままでいいんだけど、もうワンステップ、例えばその設定にしろもっと考えなきゃ、この作品はもうちょっと考えなきゃいけないって言った時に、そこの担当の人がやっぱり普通のお仕事のペースで、まあそれはプロなんで当然なんだけど、もう一声欲しいって言った時にやっぱりどっかから人を連れてくるか、こう自分がそこでこうなんとかなるんだったら無理やりでもいいから頑張って自分が欲しいものの方に近づけていくっていう、あのその動きを繰り返してたりこんなことになっちゃってたりとか、もともと本当にクリエーションとかと全然縁遠い人間なんで、あの本当はね物なんか全然書く素質もこうあれもないんだけど、一番初めにやっぱゲームを作った時にシナリオライターがやっぱりそのデータなんで書けないんですよね。ちゃんとしたシナリオライターはこうロジックでちゃんとこう書かなきゃいけないんだけど、そのロジックをなくしてくれって発注を自分がしてるんで、こういくらいい人を連れてきてもやっぱりこうはまらない本しか上がんなかったんで、結局そうするとこう直していく分量と、もう完成させなきゃいけない分量がほぼイコールになってきて、途中からもう完全に自分で書くようになっちゃったりとか。これはでもね、やっぱね、粉かち焼きのせいだね。ただ僕はそんなにそのカルト的なカルチャーとかでレインやってる時はどっちかっていうとその精神病理の専門の本をかなり読みあさって、その精神病ってなんだろうみたいなことだったりとか、その精神と肉体とかそういうのをひたすら、まあある程度宗教、こう何種類かの宗教の論理とか含めて、まあ、研究っていうほど大したもんじゃないけど、まあ、一応こう考えてやってたんで、その UFO だったりとかこうマジェスティック12だったりとか、こうちょっとこう、地球なんとか共鳴とか後で知ったりとか、フリーメンソンとかこう、ああいうのはもう全部粉がちやけですね。あの先生が全部ネタを持ってきて、中村龍太郎が嫌な顔してましたね。それはあれは、さっきちょっとちらっと出たその中原っていう、プログラマーがと、まあもう OS の疑似画面作ろうって、で今だと結構そのアニメでホルダーアクションでそのピッピッピッってこう開いてっていうのが、あの割と皆さんこう上手になってるんですけど、当時そのそれを CG でやるなんてこう、まあ普通ちょっとこう難しいよねっていうところだったんだけど、まあ根性でやってみようと、でどうだったら、まあ OS の起動画面からもうゼロからデザインしてやろうっつって、割となんかデザインの根幹はあれ中原だな、あれなんかアフェも参加してたっけ、あの OS のあれ、そうだよね、あれはじゃあやっぱり ほとんどが中原のアイデアですね。僕はそのこうこんなのどうよとか言われて、いやこれちょっと分かりづれんじゃねえのとか、こうもうちょっとこうした方がかっこよくねとか、そういうことは言ってて、まあほとんど共同生活みたいなところで作ってたんで、それはそんな感じです。まあとにかく今その当時だと、まあ、Windows があってマッキントッシュの、まあ、OS、まあ、いわゆる今の OS10 じゃない前のものしかないんで、
そのいわゆるホルダーとかの概念とか、どういうふうにしたらこういう、まあ、インターフェースとして一番こう機能するんだろうみたいなことを考えて作ったりはしたけど、結局使い勝手悪いなとか、そんな感じの、まあ、さっき阿部君のインタビューでもあったけど、今その iTunes とかでホルダーがアルバムがこう回転式でシュッシュッシュッってこう出てくるじゃないですか。ああいうのもこうやっぱりあの時こう考えたりして、ただ技量が足んなくてかっこ悪いから使わなかったりとか、結構やっぱりそういうインターフェースオタクが多かったんで、インターフェースは凝ってやってましたね、みんなで。いや、もうメイン・イン・ブラックはもう、まあ、もともとその、映画より前に、まあ、この小中明はやっぱメイン・ブラックっていうか、その、まあ、そのいわゆるちょっとこう秘密なカルトなこうところが好きなんで、そういうやつを出したいと。で、僕は何のこっちゃかさっぱり分かんなかったんだけど、まあ出したいんだったら、まあそういう意味合いで出すんだったら、それはそれで全然理解もできるから、そのメインブラックっていうその単語は、本当に、うん、そんなに君は好きなんだぐらいな感じでしたね。小中千秋さんの、こう先生のこう、こだわりのなせる技ですね、あれは。メッセージがあんまり、逆に言うとそのなんか誰かが反応してくれればいいやっていう、そのすごいざっくり、まあコミュニケーションっていうか、そのタイトルでその連続実験ってつけたのは、やっぱりそのなんか通常ものづくりとか、そのこうコミュニケーションってこう自分の意図があって、こうしてほしいとか願いとかあったりするじゃないですか。っていうのを割とそのなんかそのあんまりその期待した答えをそのこうくっつけてやるのがダサいなと思ってた時期だったんで、そのいわゆるスタンダードにこう泣けるよね、いいよねっていうのがこうなんかこう自分の中ではすごいこう嫌いだったんで、僕が自分で書いてた原案はもっとその救いのない原案だったんで、やっぱり中村龍太郎とかその小中千秋とかメインのスタッフが入ってきてよりいいものになったと思うんで、僕自身は正直その伝えるべきメッセージっていうのは、あれを発信することっていうのがまず一番第一義だったんで。非常にこう言わなくても大体なんか同じことをこう答えをこう求めてる、僕が絵を描けたらきっとこういうのが欲しいって言ったものを彼はこう描いてくれたりとかするんで、ものすごくこう楽ですだからそのなんか相性がものすごいこう、まあ相性っていうのはなんかもうすごいフィットしてるんで、すごいそういう意味ではこう、まあ、自分が絵描けたらきっとこういう絵を描くのかもぐらいな、勝手にこう、ね、絵描きマシンにしてるわけじゃないんだけどいろいろそのまあアニメーターさんってやっぱりそのいろんな絵描けるんで、彼の場合やっぱりイラストレーターって名乗ってるけどイラストレーターじゃないと思うんだよね。イラストレーターってやっぱりそのある種その素質を系統っていうかさ、こう整理したそのキャラクターみたいな方向で描かなきゃいけないけど、やっぱり阿部君のやつってすごいこう 絵になってると思うんで、すごいこうっていうかその画家その感情がすごいよく出ちゃうんで、そのフィックスしたキャラクターっていうよりかはどっちかっていうとその何て言うんだろうな、そのコマーシャリズムチックじゃないというか、彼の気分がこう気分とか、その彼がさっきそのインタビューで言ったようにキャラクターが自分で勝手に動き出すとか、割とそういうタイプの人なんで、まあ、その彼のこう気持ちがね、あさっての方向いってると多分こう俺がついていけなかったりとか、割とそういうのはあるかもしれない。なんかただそのいつも同じクオリティの同じ絵を求めるタイプの作家ではないんで、それを彼にも期待はしてないんで、逆にその変わっていく面白さっていうのが、まあ、うまくはまるといいなとは思ってますね。
こうアニメ業界だとやっぱりコンペが多いんですよ。そのこういう企画でじゃあこういうキャラクターで何人か の, そのキャラクターデザインの方に書いていただいて、その中でチョイスしていく、チョイスしてそこからまた修正をかけていくっていうのが、まあそれがこう日常なんで、まあそんなに、うん、こう、まあ、自分で書くことはやっぱり下手なんでそれはないんですけど、阿部君はだからまあどっちかっていうとちょっとやっぱそういう普通のイラストレーターとか、まあ、キャラクターデザインとはやっぱちょっと違うスタンスかな。まあ本人どうかわかんないけどね。俺はイラストレーターだってこう言われる。いや、自分でもただ描くためにキャラの顔が変わって同じものが二度描けないんで、うん、まあそう端的に言ったらその同じものが二度描けない。阿部君はそのやっぱりその絵のシチュエーションだったりその もう全く偶然です。あのこの会社に入ったのもかなり偶然だし、その自分がその映像とかそういう仕事をやるとも、まあ、これっぽっちも思ってなかったん でたまたまその、まあ、呼ばれてきたら、アニメーションの制作をやってる部署で、お前こうアニメ分かるかとか、いや全く分かりませんみたいな、まあ、とりあえずうちの部署ラジカセないからラジカセ取ってこいとかいうそういう上司だったんで、もう初めのそのまあなんか質問にもあったけど、初めてその会社で制作部に入った時の初めの仕事は泥棒でしたね。他のセクションからもううちのセクション用にラジカセを盗んでこいと、割とそういうこうあの体育会系な上司だったんで、まあそれでイベントやったりとか、やっぱりそのお客さんとその全国こう津々浦々こうイベントやったりとか、そういうことから入りましたね。最初は一番初めに現場を立ち会ったのはあのザ・発見伝っていうその、お侍さんもののやつがの現場の、まあ、立ち会い、それは実質僕は何にもその仕事はしてないんですけど、現場を一番初めに見たのはアニメーションの現場見たのはザ・発見伝ですかね。その後そのマットハウスで、有限会社っていうこう、ファンタジーコメディみたいな感じのやつのアシスタントとか、自分がその企画をある程度、まあ、任されてやったのは多分大運動会 の, そのテレビシリーズの時から、まあ、あの肩書きはアシスタントプロデューサーですけど、その、まあ、作品内容に深く関わるような関わり方はそのあたりからですね。いや僕は本当アニメは見ないんで、やっぱりあのアニメってやっぱ独特のそのカルチャーの中で育ってて、多分外国の方って漫画を非常に日本の漫画って読みづらいと思うんですよ。その独特のその間引き方とか、あと多分そのライトノベルと呼ばれるそのこう小説みたいなやつって多分英語翻訳したら何のこっちゃか分かんない。その僕らのやっぱり育ってきたそのカルチャーの中でこう来たらこう行くだろうっていうその行間のこう決まってるルールごとみたいなやつが あって成立してる。そのまあお笑いでもやっぱりそのこうね、サザエさん知らなかったら笑えないよとか、そういう要するに共通のその共通項をベースにしたまあ笑いとかエンターテインメントっていうのがすごい多いんで。まあ、そういうのが、まあ、アニメ見てないんで僕はやっぱこう、後輩たちが「いやあれいけてますよ」って言ってるのが何にも分かんなかったりとか、なんか売れそうだから「いやいいんじゃないの」とか言ったりはするんだけど、その本当にそのハイテンポでこうコメディみたいなやつとかが自分のやっぱりその育ってきたこうカルチャーだったり、それと合うやつは分かるんだけど合わないやつはやっぱ分からない。っていうのがまあ正直なとこですね。ライディーンとか
ロボット動かしたら面白いだろうなとか、そういう次元のものは見てましたね。だから僕やっぱりその子供の頃に子供のそのロボットアニメっていうのを見て、そこにやっぱりその乗っかってる部分もあったけど、やっぱり大人になってまで ロボットアニメを見ようとはやっぱ思わないんですよね。まあエヴァンゲリオンとかそれ見たら、ああすげえなこれ、これは売れるわ、これはすげえとかそういうのはもちろんあるんですけど、ただ別にガンダムもなんで戦ってるのかやっぱ分かんないっていうのがすごいでかくて、まあ、少年兵がいけないとかなんかそういうのは全然ないんだけど、やっぱり本当にその多分ファーストガンダムとか見たらそれなりに分かると思うんですけど、そのガンダムシードとか新しいこう、まあ、ゼロは多分見たら分かるそうな気がするんですけど、やっぱりこう、うん、なんだかよく分からないところが正直あって、だから富野さんだとターン A とかはすごいこう僕でも分かる、こう、あなるほど、あこういうことをやりたいんだっていうのが分かったりするんですけど、結構ガチャガチャ戦ってるところの多いやつはちょっとやっぱり分かんなかったりとかしますね。なんでこれロボットが必要なんだろうとか。だから今までのロボットのアニメーションまで、まあ、あとロボットがこうやっぱりその大変っていうのは一応業界の人間なんで分かってるんで、まあ、今その CG でだいぶカバーできるようになってますけど、やっぱりそのロボットのものが好きなお客さんはやっぱりその CG のカクカクした動きっていうか、そのじゃなくてこう柿のロボットの動きが見たいんじゃ俺はとか言われると、そこに俺は何の思い入れもないし、俺が多分やっても失敗するだろうなと思ってるんで、あんまり手を出してなかったりしますね。ただやっぱり SF とかその夢のある新しいものっていうのは好きは好きなんで、じゃあ自分がそういう例えばロボットを題にした時に何ができるかとか、あとまあサイエンスフィクションとしてどういうテーマをこう自分の中でお話に盛り込んでいくかっていうのはやっぱりその時より調べたり考えたりはしてますね。やっぱりアニメがお金になるっていうか、その CD が売れなかったりとか映画がダメになって、やっぱりそのエンターテインメントでどこにお金を落とした方が、いいかっていうので、アニメはそこそこ回収できるっていうので、まあ今年ぐらいからだいぶ収まったんですけど、まあ、年間 100何本とかこうとんでもない数のアニメが作られるようになっちゃって、やっぱりそれで当然そのまあ、いっぱいの中からこう抜け出す作品とか、そこのところのこう競争は激化した分、ただやっぱクリエーション自体は薄まりましたっていうのはありますね。そのキーになってるメインスタッフの力量っていうのはやっぱりそんだけ本数あるんで分散してしまうんで、作り方も変えなきゃいけないし、その企画もやっぱりそれだけ乱立して違う作り見せ方だったりとか、そういうのを結構まあいい意味では競争が激化して切磋琢磨したけど、まあ粗悪のものを結構、ダカダカダカって作っちゃって、そのお客さんを飽きさせちゃったっていうのは、まあメーカーの功罪、まあ罪の部分もあったりとか、まあ一概にこうどっちがこう本数がなくてこうしんみり業界がやってるのがいいのか、こうわーっていっぱいアニメ作品が出て業界が賑わってるのがいいのかっていうのは、まあどっちも良かったり悪かったりなんで、ただやっぱりなんかまあこう自分が納得いくようなものがちゃんと作れる環境になってくれるといいなっていう。挑戦をしてみたいな、まあゲームもやっちゃったし、別にその劇場は結構やってないんで、劇場はやりたいなとは思ってたり、劇場作品っていう箱物ですね、興行っていうのはやってみたいけど、やっぱこう初日にお客が入んなかったらどうしようと考えるとこう怖くてできないっていうのがあって、まあそのうち多分やんなきゃなと思ってはいるんですけど、あとはやっぱりその日本のアニメ業界
ギャグものっていうかそのコメディっていうのがそのなかなかパッケージの数字にこう結びつかなくて、で最近だと知ってるかどうか分かんないけどゴールデン X っていうその、ミュージックあの MTV であったりとかでやってるやつがものすごいやっぱりこうアニメーションのスキルとしてはまあその CG 使ったこうちょっとしたこう、まあ、おふざけアニメというか、まあ、もちろんセンスが素晴らしくいいんだけど、そういうそのいわゆる本当にセンスが良かったりとか、その僕らのやっぱりその、ま、身の回りにアニメ業界にはいないセンスとか、そのもっともっとこう導入にこの業界に呼び込まないといけないんだなっていうのは、痛感しましたね。やっぱりそういうことができる人がこの業界はちょっとやっぱり偏りすぎちゃってるんで、もっとその異業種だったりとかそういう人を起用したり、まあ、例えばそのアニメーションの監督に実写の監督を持ち込んだりとか、その脚本のもその例えば通常のライターじゃない人を、まあ廃盤の時とかはね、こう阿部君に無理やり書かしちゃったりとか、その多分彼が書いた本がこの分かりづらい世界がきっちり伝わるだろうみたいないうところでそういうトライもしてはいるんだけど、まあ、とにかくもっと新しい才能をどんどん入れていかないと本当面白くならないなっていうのが今の感想ですかね。いや共通点は多分ないし、ヘルシングはやっぱり平野浩太っていうこうまあ、本当に締め切り守んないしこう人としては最悪なんですけど、こうやっぱり面白いクリエーションを作ってくれる彼がいたりとか、レインはまあさっき言ったようにこうスタッフに恵まれてたりとか、まあハイバネは阿部君だったりとか、やっぱりそのまあねテクノはこう、まあ、まあ自分発信のところが非常にでかかったりするんだけど、やっぱりそのまあ、それぞれこう売れた売れないはともかくとしてもやっぱり思い出はあるし、あのかなり全力では作ってはいるんですよ。ただそれがそのこう本当にクオリティとしてこうまくいったりとか失敗したりっていうのはやっぱりあるんだけど、とにかくそこに共通してるのはあの全まあやれる限りのことは自分の中ではクリエーションに関してはサボらずやってるっていうことだけですね。あのたまたま受けてるやつもあるし、こうやっぱこれダメだったかとか、その当たり外れみたいなところとか成功失敗っていうところはもちろんあるんで、まあとにかく、うん、あの今上がったような作品はあのできる限りのことはしたっていう感じですね。まあ、アニメ自体がコアなオーディエンスっていうか、そのやっぱりその普通 の, そのドラマとかテレビのお客さんとはもちろん違ってっていうか、あのいい意味でも真剣に見てくださる人たちなんで、その本当に細かいところまでちゃんと見てもらってたりとか、こう、まあ、ある種応援してくれたりとかね、なんかその不思議なそのファン層に支えてもらってたこうカルチャーなんで、まあ、当然やっぱりそこからワンステップ違うところに行かなきゃいけないし、あの全てがそれではないんだけど、なんとなくそれも悪くはないなっていうのは、僕らはやっぱりその一緒にイベントやってきたりとかこう、まあ、年1回大体こうイベントとかやったりはするんだけど、やっぱりそこに来てもらってるお客さんだったりとかいうのはすごいこう、まあ、僕らにとっては意外と大事ですね。その誰に向けてって言った時にやっぱりその具体性がないっていうのは結構つまんないんで、やっぱりそのそこの会場に来てるお客さんだったりとか、だからこうイベントとかで呼ばれて海外行ったりして、いやすごい見てて好きなんですよって言われると、やっぱりそれはすごいこう僕らにとってはこう貴重な経験になりますね。あのものによっては合わせたりしますね。やっぱりその国内より国内のその、まあ、マーケットで完結するよりもよりこうまあこう世界中の人に見てもらいたいとか、あこれこの要素って多分どこの国の人が見ても乗っかれるよねとか、これは面白いクリエーションだし広げた方がいいよねっていう時は、
やっぱりその海外の、まあ、プロモーションを含めて、あの見せ方とか含めて考えながら作ったりはします。ただ自分そのお話の中身的なところっていうと意外とそんなに考えてなかったりしますね。その海外の放送の基準とかそういうその厳しいそのあのテレビの基準とかはもう一切考えてないですね。よりそのテレビでかかった方が多くの人に見てはもらえるけど、その規制とかが自分たちが納得できる規制であればあのやるんですけど、例えばこう銃口を向けてはいけないみたいなやつって僕らからするとあの銃社会ではないんで、あの全く理解ができないし、それをこうあの向ける必要が僕ら的にあるのにこうそこに合わせて向けないっていうような作り方はちょっとさすがにできないかなっていう。多分その、フランス女性が好きって言ったのはあの大学の時にフランス語とドイツ語どっちを取るかって言った時に自分の中のその将来のイメージとしてこうフランス人の女こうワイン農場の娘さんと恋に落ちてワイン農場のこうオーナーになってすごいこうのんびりした余生を暮らせたらいいなっていうのでドイツ語じゃなくてフランス語を選択したっていう、それだけだと思います。それを多分フランスに行って思い出してつい言っちゃったのかなっていう。自分がやれたらよかったのはまあ あるけど、それは言っていいのかなっていうのはあったりするんだけど、まあ、あの松本太陽さんのやつとかはやっぱりちょっとあの鉄痕とかはまあ鉄痕っていうよりかは俺違う作品やりたかったりもしたんだけど、やっぱりこう松本太陽さんだったりとか、はこうちょっと映像化したいなとか、あとは多分、今、でもあれまだ権利が許諾が下りてないかったりするのかな。まあこう某三国志の漫画のやつとか、まあ、そういう意味ではこうゴルゴ好きとしてはゴルゴ13も自分でやりたかったんですけど、商売的に厳しそうだったんでなかなか名乗りを開けれず、まあ、その主人公がほとんど喋らない主人公なんでなかなか作り方が難しいし、そのファンの目が本当に厳しいんで、力及ばずみたいな形でこう指を加えて見てました。今まあそのロボットもんじゃないけど、まあそのプチロボットみたいなそのパトレーパーよりもっとちっちゃいようなやつの CG アクションのやつにまあ一応企画としては関わってて、まあなかなかねそのまとまりがまだこう出てきてなくて、いつ放送できるのやらっていう、そのやっぱり CG がかなり大変なの上に。ストーリーも結構難しかったりしてるんで、それがいつになったら型がつくのかっていうのと、あとやっぱりまあ自分のちょっとオリジナルのやつが、まあ、これはもう本当珍しく自分でエンターテインメントをちゃんとやろうっていう、その、まあ、そう思ったらやっぱりその海外のテレビドラマシリーズとか見てて本当素晴らしくいい出来だなと思って、そのまあ、プリズンブレイクだったりロスだったりとか、まあ、ヒーローズはまだそんなに見てないんですけど、やっぱりそのシナリオのこうレベルだったりとか、そのお客さんが飽きない作りだったりとか、やっぱりなんかうちらの作ってるものがそのこうちょっとやっぱ偏りすぎてるなっていう、で偏ってるのが自分、自分にフィットしてた時期もあったんだけど、なんかもう皆さんかなりそのいろんなものを作られてこう想像以上に皆さん偏ってきてるんで、逆になんかそれをこうやっても面白くないかなっていうか、もう見飽きちゃってたりとか、その世の中がねちょっとやっぱりねこうまあ犯罪とかその日々のニュースもそうなんだけど、世の中がちょっとおかしすぎちゃって、なんかおかしなものを自分が作る気力が失せちゃったっていうのが正直なところですよね。それは善悪とかそういうことは関係ないんですけど、
もうニュースとかがおかしすぎて、ここに自分がこうおかしなフィクションを作って、こうこの現実のおかしさにどうこう表現していいのやら分からなくなってしまったっていうのもあって、じゃあなんか違うアプローチで自分が作れるものっていった時に、逆に今はエンターテインメントなものを作ってみようかなと。多分僕が作るから多分そんなこうハリウッドクラスの高度なことはもちろんできないし、違うアプローチにはなるんだけど、自分なりのエンターテインメント性っていうのをこうちょっと考えて行動しようかなっていうふうに今思ってますね。アニメーション、まあ現場にいるんで非常にその問題点も見えちゃってるんで、暗い話が非常に多かったりするんですけど、やっぱりその今変な話、日本のアニメーターさんより韓国のアニメーターさんの方が信頼度が高かったりするんですよね。そのクオリティだったりとか、こう仕事の、もちろんその日本のトップクラスの人の技術っていうのはものすごいやっぱりこう特筆してて、その世界中で本当に胸を張れる技量を持った人たちはいっぱいいるんですけど、そのことテレビアニメだったりとか、いうところで言うと、やっぱりそういうこう日本国内のそこそこの子より海外の方が上手くなってたりとかで、やっぱりそのさっきの鉄痕じゃないけど、海外の監督さんが日本のアニメスタジオで作ったりとか、日本人頑張れよっていうのはちょっとその不安要素としてあるし、ただその交流することでやっぱり、僕らもまあこう僕自身も頑張るだろうし、悪いことばっかりじゃないんだけど、日本ってやっぱりその自由な分、そのちゃんとこの教育支援みたいなことあんまやんない国なんで、まあ、国もようやく重い腰を上げてそういうアニメーター育成プログラムとか始まってはいるんだけど、まあ、それこそフランスとかの支援の仕方に比べたら全然やっぱり規模が違うし、まあ、放送局みたいなところからの、まあ、そういう、こうバックアップみたいなところとか、その文化を作っていくんだよっていうのを、まあ、僕らが偏屈なやつが多いんでそういうの嫌いって言ってこう蹴飛ばすことも多々あるんですけど、ただやっぱりもう本当にやっぱりその次次世代のを作るのはやっぱり若者だったりするし、そういう面白い若者が出てこないと年寄りも頑張れなかったりするんで、それがちょっとこう気にはなってますね。でそれはでも本当一つ一つ努力して、海外のクリエイターがこうポンってきて、うわあいつらすげえっていうので、こう白旗あげないように、日本も頑張りましょうよっていうのはありますね。本当に冗談じゃなくて、こう宝くじって、日本の宝くじって3億円ぐらいなんですよ。それの宝くじをだいたい毎回その、9万円ぐらい買ってるんですよね。もう本気で3億当てようと思って、でこう今だとやっぱ働かないといけないんで、こうまあその働かなきゃっていうのでそのモチベーションってあったりするんだけど、その働かなくてもとりあえずまあもうそんな贅沢しなきゃ食っていけるって時に、本当に俺なんか作りたいんだろうかっていうのを試してみたいかなっていうのはありますね。だから本当に自分が作りたいとか情熱をかけるっていうのは、まあ今その会社員っていうこうフレームの中で、まあ、面白かったりとか、こう会社にとってプラスになるものをこうどういう意識で作るかっていうのではやってはいるんだけど、それはそれで楽しいし、その使命感もあるし、いいんだけど、本当に俺何作りたいんだろうなっていうのは、まあ、そういう考えられる環境になってみないとわからない分かんないな、やっぱり。もともとはなんか作り続けて楽しいって人間じゃないんで、本当にそのね、お金と自由があった時には、何にも作んないかもしれないし、意外とこう暇だからなんか作っちゃおうかなっつって作り始めたりとか、その阿部くんじゃないけどプログラム打っちゃったりとかするのか、そのどういう風になるんだろうなっていうのは
なってみないとやっぱりわからないんで、まあプロデューサーっていう職種がね、その海外ほど日本はやっぱり洗練はされてないんで、その非常にあり方とかもこう、まあさっきちょっと話に出たようにこういろんなタイプのプロデューサーがありすぎちゃってるんで、海外は本当ね、ある程度やっぱりまあ仕事の役割分担がはっきりしてるんで、まあそれ自体を模索してる自体でもまあ結構面白くはやってはいるんで、うん、どういう作品を届けられるかとか、どういう意味合いを持って作るかっていうのは、まあ、日々考えてるのも、まあ、それはそれで楽しいかなと。に、まあ、あんま目標ない。まあ面白くなんか自分が退屈しちゃうと自分の人生は最悪なんで、自分が退屈しないような生き方をできればいいなっていうのが、まあ、根底にあるんで、そのアニメーション の, そのプロデュースだけに限らず、面白いものを見て面白いと言ってこうなんかそこに興味が動く人間でいたいなとか、なんか面白いものだけどもういいやってなったら多分こういう業界はあまり向いてないのかな。まあ、そんなことを考えながら日々間違ってたり合ってたりを繰り返してるんで、またこう10年後にこういう機会があったら、多分言ってることがすっかり変わってると思うんで。